ユノとクラウスはここにいるのか？はい。またお前たちか。カルナ！クラウスさん、ユノさん！二人とも目を覚ませ！俺はアスタに負けたくない。ユノ、お前それでも俺のライバルか！何をしてるんだ。私はカルナではない。じゃあ誰なんだ。かつて貴族たちの暴殺フレーゼといえばわかるか。フレーゼ卿、カルナの父親の人格だというの。助かった。まだ戦える。こいつ
時間稼ぎご苦労。準備は整った。間もなく来る月食の夜を楽しみにするがよ。待て、カルナ。アスタ、私としたことが。バカ野郎、簡単に操られやがって。また借りを作っちまったな。ユノ、奴らの会は覚えているだろう。そうだ、アスタ、早く王都に戻るんだ。どういうこと？あの女、白夜の魔眼と通じている。協力して王都を襲撃するつもりだ。つまり彼女は30年前に死んだ父親のフレーゼ卿に操られていると。フレーゼ家か。あの魔法帝、そのフレーゼ卿は貴族たちに殺されたって。フレーゼ家が途絶えたのは盗賊に襲われたからではないのですか？記録ではそうなっているね。フレーゼ家はもともとそれほど大きくない家柄だった。それを30年前の当主が一代にして大きくしたんだよ。それは知っています。フレーゼ卿は先見の力を使って戦に商売に大成功を収めたとか。うん、だけどその力はフレーゼ卿のものではなかったとしたら。え？フレーゼ家の繁栄は彼が手に入れた魔道具の力によるものだ。そんなの他の貴族たちが許すはずありません。なんで？貴族の社会において名誉というものはとても重く考えられる。そしてどちらの家が上かどうか、これもまた名誉につながる非常に重要な事柄だ。魔道具の力で自分の家は追い落とされた。そんなことを知って我慢できる貴族はいない。じゃあやっぱり。うん。え、どういうことだ？カルナの親父を殺したのは親父の成功を妬んだ貴族たちだったってことだろう。それも盗賊の手にかかるという極めて不名誉な結果に見えるようにね。なんだよそれ。だが今の話は推測でしかない。記録がほとんど残っていないんだ。本当にこれが貴族の、しかも多数の手による企てならば、真相は隠蔽され闇の中だろう。ナオさん、じゃあカルナの親父は貴族たちに復讐しようとしてるのだろうね。間もなく始まる皆既月食の夜に。あの魔法帝、フレーゼ卿は白夜の魔眼と通じていました。日暮れとともに王都を襲撃すると。うん、分かってる。すでに各騎士団には対応するよう指示を出したよ。さすがっす。じゃあ俺たちも。ああ、待った待った、君たちは王騎会にとどまってくれ。え？外からの襲撃は本命じゃないんだよ。